コレッチョの会が、ノリメタンゲレ。プラド美術館所蔵。ノリメタンゲレは、ラテン語聖書ヨハネによる、福音書20書17節に登場する文句である。イエスが復活の後に、マグダラのマリアに対して放った言葉だとされる。原点ギリシア語では、ミューウプシロンパイタウウプシロンで、英語からの重役では、私をつかむのは止めなさいあるいは、私にしがみつかないでくださいである。 古代から現代におけるキリスト教美術の図像学では、イエス・キリストは復活後マグダラのマリアの前に存在を表すとされる。例えば、パブロ・ピカソは、青の時代の代表的な絵画、ラビの発想源として、コレッチョのノリメ、タンゲレを使用した。絵画の題材などに繰り返し使われてきたイエスのこの言葉は、劇的なセリフであるためもあってか、半ば関用句に使用されている。 有名なものには、フィリピンの革命家、ホセリサールによる小説、ノリメタンヘレノーリーメタンジェライスがある。また、放線家の英名タッチミーノットは、同語の英訳に由来しており、触れると種を弾き飛ばす放線家の性質を、聖書の言葉で言い表している例である。ありがとうございます。